まず言うと長文のためにやることやんなきゃいけないこと何やってんのかが全く書いてないんで、そうですね、まず単語やった、うん、文法やった以上以上なんで、で武田塾チャンネル、武田塾本部長の中森です。武田塾お茶の水本校校舎長の太田です。中森先生、おいおい、中森先生って今何時起き何時目ぐらいですか？ね、武田塾は出勤時間遅いからね。そうですね、昼出勤なんだよね。はい、うん、まあ、夜遅いですけど4時目の10時起きとかが結構あったりします。まあでも大体日回ってからかな、12時より後に寝ることの方が全然多い。そもそも12時回ってから家帰ることも多い、ね、確かにそうですね、うん、いや本当に海外とか行くときに朝早すぎて死にそうになります。本当ね、いやでも地方の校舎とかにさ、なんかイベントとかに行くときとかさ、超辛いよね朝リズムがねもうできちゃってるんですよね、もうえぐいえぐい、うん、もうそんな皆さんに質問です。あなたは朝方、あ、質問のアンケートの回答が来ました。おうおう、あなたは朝方夜方で、やっぱり多かったのは夜方です。おう、その他の方って何？その他何ショートスリーパーとか、うん、夜方が、半分以上ですね、6割ぐらいで、うん、その他の方と朝方が2割2割。入試9時から始まる大学を、うん、9時半とか9時から始まる大学が多いので、やっぱり朝方が有利なんじゃないかなとは思うんですね、ですね、まあ、本番の入試の時間で集中力を持つようには、ね、直前期とかちゃんと訓練した方がいいですね。そうですね。であとちょっとね、気になる人もいると思うので言っておくと、睡眠時間は他人の意見は参考にしない方がいい、うん、これは本人の体力が回復する時間がかなり違う、うんうん、3時間で本当に大丈夫な人もいるけど、大抵の人7、8時間寝ないとなんかろくに頭働いてないケースが多いし、あと二度寝はろくなことにならないと思うっていう。そうですね、まあ、うん、とにかくね、本当に睡眠時間はあまりその短くしよう短くしようと思わないで、ちゃんと体力回復できるだけ寝て、で勉強に集中すると、まあ、スマホとかなんかいじってる時間があればそれをなくして睡眠時間に充てるというような感じがいいですね。あとまあ勉強中に眠くなったらもうね、寝るか目閉じるかで短時間でその眠気を飛ばすことを考えた方がいいよね。我慢しても我慢した方が多分長くかかるから、しかも頭入んないよね。頭入んないですね、うん、なのでそういう時はもうね、紙取っちゃいましょうですね、はい、じゃあちょっと長くなっちゃいましたけれども、うん、はい、では質問です。シスター4章まで完璧に覚えて大問にも30点以上は安定して取れるのに、長文ができなさすぎて全体で4割しか取れない、どうすれば長文読めるようになるのか。これセンターの話でいいのかな。あ、センターですね、うん、おそらく。まず言うと長文のためにやんなきゃいけないこと何やってんのかが全く書いてないんで、そうですね、まず単語やった、うん、文法やった以上以上なん でしかもシスタンも4章まで完璧って書いてあるけど、シスタンだったら2章でいいんだよね、別にセンターだけだったら、うん、センターは多いと、うん、っていうか全然難しくないですよね、うんうんうん、で大問2が30点以上安定して取れるってことは文法は一つで頭に入っている。だけどじゃあ解釈できんの、長文読めんの、時間内に終わんのっていう、長文に必要な対策が何してんのかが全然わからないっていうこと。でこれやってなかったら4割しか取れなくても正直しょうがないかなって気はそうですね、するかな、うん、SVOC だとか形式主語構文だとかその括弧の中の、うん、あの動く入れられたところで読めるかどうかっていうのは別の話ですよね。で以前にもさ、なんかマークもし英語3割しか取れませんって言って大東亜レベルしかまだやってなかったみたいな質問もあったりしたじゃん。でだからあのね、結構その点数が本当にかなり全然取れてない状況とかでまず考えなきゃいけないのは、そもそもその試験のレベルまで自分が学力到達してるのかっていうのは考えなきゃダメですよね。そうですね、うん、やってないことを点取れないと思ってもそれはそうだろうという話にしかならないんで、やっぱ例えばこの、ね、質問してくれてる方がいや解釈もやったし長文もやってるけど取れないっていうなら、その参考書のやり方が悪いって話になるわけだし、逆にやってないならそれやろうよって話になるっていう単純な話ですよね、うんうん、お茶の水の本校でも最近マーチレベルの壁にぶつかってる子が結構いるんですけれども、うんうん、そこまで来た子は結構8割、うんうん、どんどん突破していってますね。
まあ、センターがその交互入塾する前に半分ぐらいあったけれども、うん、やることこなして8割届くようになったっていう子が多いんで、はい、その子たちだって最初単語と文法だけやってましたけど、うん、その時にセンター試験の点全然上がってなかったですよ、うん、それは長文のための勉強をしてなければ長文の点数上がらないので、うん、まあ武田塾の動画とかルートとかを参考に、うん、もう日大レベルぐらいまではしっかりと、うん、まあ、長文の参考書まで終わらせて、うん、また取れなかったらまた相談してください、うん、だからどうすれば長文読めになるかって言ったら解釈やって長文やってで時間内に悪いのにスピード上げるっていう、この順番かな。はい、そうですね。で解釈なんかはよくセンターで、ね、解釈の参考書いるのかって話もされるからだけど、解釈の勉強する必要あるけど解釈の参考書やらなきゃいけないってほどではないって感じですね、うん、単語を覚えてればで文法事項頭に入ってれば、まあ、自力で訳せる人は訳せちゃうけど、うん、まあ、でもこの点数しか取れないってことなら解釈の参考書一冊はやった方がいいんじゃないっていう話。そうですね、うん、かな。でそれやった後、まあね、ハイパートレーニングのレベル2みたいな、まあ、センターに近い何かのやつやって、それだけだと多分時間かかるか、かかって入試の時間内に終わらないから、まあ、速読英字とかシャドウイングやったりとかやってスピード上げるっていう感じでやっていくんじゃないかなと思います。はい、はい、まあ、今回は以上です。はい、武田塾チャンネルでは生放送もやってます、はい、武田塾スタジオコース毎週水曜日19時半から21時まで放送中。僕と清水先生でやってるのでぜひ見に来てください。そして参考書の使い方、学習計画など相談がしたい方、全国の武田塾で受験相談随時受付中です。ぜひ申し込んでみてください。